平野紫耀とジングージ・ユータ、食事風景の共有、ファンからの心配も、元キング・アンドプスメンバーで、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、への合流が発表された平野紫耀26が、新たな音楽グループ、ナンバー・ I を結成し、その活動を続けています。 その中で、平野耀と新しい仲間、神宮寺優太26の食事風景がファンの注目を浴びました。今回の記事では、彼らの食事風景について詳しく紹介し、ファンからのアレルギーに関する心配についても触れてみましょう。平野耀さんと神宮寺優太さんが、新しい音楽グループ、ナンバー I を結成し、 共に活動することが発表されてから、ファンたちは彼らの活動や日常生活に興味津々です。その中で、二人がシンガポールで楽しんだ食事風景を共有したインスタグラムの投稿は、多くの注目を浴びました。この記事では、その食事風景に焦点を当て、ファンからのアレルギーに関する質問についても触れてみましょう。シンガポール旅行での食事風景。 ヒラノシさんとジングージ・ユータさんはシンガポールでの素敵な時間を過ごし、その様子をファンにシェアしました。しかし、今回の投稿は、食にフォーカスを当てており、彼らの食事風景を8枚の写真で楽しむことができます。ヒラノシさんが、アイム・ハンク・グリー、お腹空いた、とメッセージを添え、大きなチリクラブを前にした二人の表情や、 カニのイラスト入りカニポーズなどが写真に収められています。ファンからは美味しそうな写真に対する喜びの声が多数寄せられました。コメント欄には美味しそうな写真からたくさんありがとう。お腹減る www く君が恋しいなぁと思うタイミングでこの投稿は嬉しいなから。 カニさん紫輝くん最高に可愛い、リアルなお食事シーンの破壊力がすごい、エプロンもお似合い、といったコメントが並んでいます。ファンからのアレルギーに関する心配。一方で、平野志耀さんの投稿には、カニに対するアレルギーに関する心配の声も上がりました。 特に、写真に写るカニのイラスト入りカニポーズがファンにとって愛らしいものである一方で、カニアレルギーを心配する声もありました。コメント欄には、紫輝くんカニ大丈夫やったとカニポーズ可愛いんだけどカニアレルギーは大丈夫だったのかな、などのコメントが見受けられました。 これに対し、平野耀さんは直接的にアレルギーについて触れることはありませんでしたが、ファンからの心配に応じてコメントを返した可能性も考えられます。ファンの健康と安全を気にかける姿勢は、アーティストとしての彼のファンへの思いやりを示すものと言えるでしょう。 平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんが新たに結成した音楽グループ、ナンバー I の活動に注目が集まる中、彼らの食事風景をファンと共有したインスタグラムの投稿は、ファンの心を温かくしました。その美味しそうな写真に対するファンの喜びと同時に、カニに関するアレルギーについての心配の声も聞かれました。アーティストとしての彼らの活動だけでなく、 ファンとのコミュニケーションにおいても、彼らはファンの安全と健康を考える姿勢を示しています。このようなファンへの思いやりが、彼らの音楽活動をより特別なものにしていることは間違いありません。ファンとアーティストの絆は、音楽を通じて進化していくことでしょう。